コザの裏側？魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側、はいさーい。コザの裏側、宮島真一アイビン。はいたーい。コザの裏側、ミキトリーアイビン。今回はですね、はい、何でしょう。コザの裏側で、以前あの AD をやっていた玉木くん独立っていうのかな、もともとやってたんですけども、そこにもしっかり力を入れていこうっていうんで、玉木くんが刺繍について、刺繍洋服の、まさにこれ今刺繍入ってるんですけど、これについて今日はね、コザの街をぶらりと。あ、今回刺繍にフォーカスなんだ。そう、面白い。まあいろいろね、見たことはありますし、あのコザ多いなっていうイメージはありますけど、そう、はい、なんかそこにね、彼のちょっと熱い思いがね、いいんですよ。いいね、楽しみ。さあ見てみましょう。 Take a look。 どうぞ。せーの、にゃん。さあやってまいりました、玉木一馬。はい、元気？元気です。今日はなんか一つフォーカスしたいものがあると。はい、はい、じゃん、コザグラフィティといって、はい、去年出てるんですけど、すごい刺繍文化に触れるている本で。おー、なるほど。コザの街は結構戦後から刺繍の、特集をこの一冊ですごい まとめられてる。これこの分厚さでコザグラフィティになってるね。そうです。これすごいね。すごいですよね。コザだけでこのもう全部特集されてるっていうのが。これ紹介していいのこれ、大丈夫なの。ワールドフォトプレスさんからちゃんと許可をいただいて、さすが、はい、これがあってあなたがいてこういうことね。はい、なるほど。じゃあ行きましょうか。はい、レッツゴー。どこから行く？クレイジーから。クレイジーから。はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、玉木さん、はい、1店舗目、ここは、クレイジーストアさんですね、はい、の古賀さん。古賀さんです。玉木さん、ここ来たっていうのは、はい、もちろん一緒に何かされてるわけですよね。そうですね、うちのセンターサウンドストーリーの方でも作りながらやってるんですけど、ここのクレイジーストアさんにもちょっとあのお願いして、刺繍であの胸につけてもらったりとか、いつもお世話になってるお店です。そしてここ お店ももう70年、はい、いろんなものを作ってきましたよね、きっとね。はいはい、作ってますね。特にこういうオーダーがあったとかっていうのもいろいろあったと思うんですよね。はい、一応何でも持ってくれば、見てみてできるものは挑戦してやってます。あ、すごいね、この挑戦っていうのがいいね。で、しげさん、何か気になったのがあった？すごい古い、タペストリー、あれとかもだいぶ古いやつじゃないですか。古いですね、あれはベトナム戦争時代ですね。60年代、はい、これからもまたいろいろチャレンジをね、きっと止めないと思うんですけれども、はい、今後のなんていうか展望というか、まあやり続けるということなんでしょうけれども、いろいろやりたいと思うんですけども、今はもう毎日とにかく注文に追われている状態です。すごい、ほんとすごいんだね、はい、ちょっと彼も今、ね、自分で刺繍をされてるそうなんですけど、これどうですか？いいですね、いや、もっと厳しく言っていいですよ。いやちょっといいです。はい、いいんだってよ。ありがとうございます、いや、でもほんと声かけづらいな、忙しそうだね。コザの裏側。なるほど、原画っていうのかな、これ。そうね、そういうやつもいろいろ載ってるのね。だってさ、びっくりじゃない、70年だよ。すごいね、今日も開いてるよ。開いてる、開いてる、ここから見えるんですよ、ね、見えるんですよ。スタジオから丸見えの場所にあるんです。すげえな、70年だよ。そうですよ。でもさ、70年前からあるお店が今もなお、このコザの街に根付いてるって。そう、なんかちょっと感慨深い、いいところがあって。僕らいつも歩いてますけどね、ちょっと想像してみながら行ってほしいね。そう、俺何がびっくりしたって、あの玉木くんって一応ちゃんとあの喋れるんだね、あいつの。喋れるよ。さあ、このクレイジーストアのすぐ隣、刺繍はしごができるんだね。そうです。そうで、ここが玉橋さん刺繍店。ここも長いでしょ。そうです、こっち乗ってます、ね、乗ってたよね、はい、ちょっと中入っていいんですね、ね、はい、お邪魔します。さあ、玉橋さんの中に入ってきましたけれども、はい、玉橋君、ここも
いっぱい刺激受けそうな作品がいっぱいありますね。そうですね、さっきのお隣のクレジストアさんとまた違って、うん、結構もう商品に物にこう、うん、直接やってるんで、多分イメージが分かりやすいと思うんですけど、うんうん、ここもベトナム戦争時代、60年代からある。ここはもう T シャツだったりスカジャンだったり、うん、若い人たちも結構かなり好んで来られるようなところだと思いますけど、結構年季が入った商品もいっぱいありますね。あの辺のね、ちょっと着てみたいですね。そうですね、ちょっと着てみよう。かっこいいんじゃない。やばいっす、すごい、うん、もう全体で見ると、うん、いい意味でですよ、うんうん、アンバランスじゃないですか、はい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 、そこがやっぱちょっと重みとか、うん、なんか自分たちもあのよくそういう癖を、うん、ちょっと粗くしたりとか、うん、あえて出すようにしてるんですけど、確かにあのクレイジーさんのとまた比べると少しワイルドな感じなんだよね。そうなんだ。マジ？ちょっとトップガンいいですね。ゲンチャリしか乗れないから。ひょっとして今これここで注文されて？あ、はい。どちらから？はい、あ、浦添市から、うん。このお店の存在っていうのはいつから知ってたの？あの元々のおじいちゃんとかがこの辺で遊んでた人で、うんうんうん、あの結構前から知ってた、うんうん、今回このデザインっていうのは自分で？あ、この上の方の刺繍は、うん、あの元々破れてたんですよ。でこれ隠すために買って貼ったんですけど、うんうんうん、それをつけてもらったわけだ、はい、で今回やってもこの Let me って文字で、うん、Let me どういう意味？あの英語のスラングであの、うん、許してくれみたいな、許せみたいな、なんか悪いことしたの？あ、なんかとりあえずなんかマリンでベトナムで、うんうん、とりあえずメッセージがちゃんとそこに入ってるわけだ、はい、将来どういうことやろうと思ってるとかある？将来とりあえず今那覇工業に、うん、入学しようと思ってて、それで服飾入って、うんうんうん、こういうあの刺繍とか勉強しようかなと思ってます、うん、いいね、すごい、頑張ってよ。ありがとうございます。許す。小座の裏側、出会いがありました。窓隣にあって、うん、そう、またでも全然テイストが違っていて、うんうん、客層もおそらく違うでしょ。そうね。であの若い子、うん、偶然よね、ほんとね、いい出会いだったね。こう若い世代の人たちって、うん、もうすでに既製品として売られているものを手に取ることが当たり前じゃない、うん、ファストファッション的なね。そうそうそう、うん、私も実際そうだし、うん、でもその私たちが自分自身でこう身につける服に、うん、その思いとか、うん、歴史を乗せて紡いでいこうって思うこの感覚が、うんうん、なんか小座ならではのこの雰囲気があって、だから裏添えからわざわざ来てるってことでしょ、うん、なんかそうい う, こう気持ちにさせるものもこの土地は持ってるのかなって思いながら見てましたけど、うん、いやこれちょっと玉木くんいい回、意外と壮大なテーマだなというふうには感じてますけど、うん、すごいのはね、うん、この並びでもう一軒あるからね。マジで小座の裏側、はい、さあ玉木さん、はい、ここはもう有名ね。もう、うん、そうですね、小座裏で、ね、はもうよくね、はい、またいろいろ物産展なんかもね、いろいろ参加したりとかして、うん、県外の方も結構知ってる方もいますけども、そうです、ね、こっちもチェックしましょう。はい、はい、行きましょう。レッツゴー。タイガー演舞さんです、はい、さあタイガー演舞にやってきました。こんにちは。こんにちは。お名前は？川瀬泉です。川瀬泉さん、はい、いつもね、お疲れ様こんにちはってね、いつも僕挨拶してますけれどもそうそう、はい、今日改めてちょっと小座の中で取材なんですが、はい、もうねこれをもうぜひ皆さんに見ていただきたい、これおすすめだっていうの先にもう教えてください。パッチ、うん、ワッペンです、うん、全部です OK 全部です特徴として違うのがワッペン、うん、ワッペンがもうメインというか、だから同じ刺繍でも、うん、まあ、またいろんなパターンで、うん、こうワッペンになるのか直接刺繍になるのか、うん、っていう感じで分かれてくると思うんで、うん、商品にするにしても、うん、見え方も全然変わってくると思うんで、うん、そこはもう楽しんでいただけるかなと。いやいつも並んでるからさ、お客さんがさ。そうですね、うん、まあ、アメリカの方やっぱりもう刺繍の文化があって、うん、どんどんアイデアを出してくるので、うん、それに応えるので、はい、頑張ってます。あれ、こんな刺繍をされる女性の皆さんみんな小顔だね確かにそれはどうかな、関係ない長いですもんね。そうですね、うん、今年の2月で56年迎えました。56年、はい、このまた刺繍の世界もこれからいろんな形が出てくると思いますけれども、はい、ちょっと自分の場合は、ファッションの方から刺繍に興味を持って、うん、今いろいろ独学で、
学びながらですね、センターサウンドストーリーの商品で結構自分たちで刺繍とかもしたりはしてるんですけれども、ファッション目線というかなんかでいくと、ちょっとセンターサウンドストーリーは変わっていて、コザのストーリー、歴史とか、そういうものをテーマに、洋服作ってみたいなっていうのがあって、なので、まあ、ちょっと今後これからになるんですけど、例えば琉球時代の、琉球王国の歴史を、あの絵巻とかがあるじゃないですか、ああいう感じで刺繍にしたりとか、絵巻を刺繍にするの、はい、だったり、ヤクザ戦争とか、過去にこの辺は結構いろいろあったので、うんうん、そういう歴史も、はい、良くも悪くもそういうのをなんか歴史に、として残して、また形を変えてファッションの方で残して、次の世代につなげていくことができたらいいなっていう感じで今計画中です。なるほど、すごい発想ですね。ちょっと泉さん、これちょっと背中見して、これどうですか、彼やったみたいですけど。自分ですか。はい、これはもううちのお店でやってます。上手です。あ、いえいえ、もうありがとうございます。一言彼にエールを。やっぱり同じ刺繍文化として、やっぱりすごいなと思いますので、一緒に継続していけたらなと思いますね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいね。ナイス。コザの裏側。これその玉木くんがね作ったこのワッペン、刺繍されたワッペン、はいはい、センターサウンドストーリーも刺繍多いですもん ね、うんうん、こういうのもちゃんと作って、彼は言ってましたけどね、チャレンジしていくっつって、今後の応援したいよね。そうですね、楽しみでございますけど、じゃあここでこれですね。これはこれはね、ここのプレイヤーズカフェいつもお世話になってますけども、はいはい、ここの21周年記念 T シャツを なぜか着せられたんです。お、宣伝入りましたか。宣伝入りまして、おうおう、ちゃんと背中にね、あ、ロゴ入ってます。センターさんとそれ同じコラボ、でそうやって一緒にね、ちゃんと仕事を振ってるわけよね。言い方というわけで、今後ともユタサルグトゥユニゲーサビ、いやいやひどろもてる。宮島です。ミキトニーです。いやー、もうね、春からね、これからも初夏に向かっていくわけですけども、はいはい、いやー、みんなどうね。ちょっと疲れてるじゃないですか。疲れてないです。大丈夫ですか。疲れたことないです。大丈夫です。そうだよ。いや、ここからだから、まあ、T シャツの、ね、季節に入っていきますよ。 T シャツはね、やっぱ何枚あっても、いいよね。いいね、これもね、これはプレーズカフェで売ってるわけね。ハマチナオンセールで、3000円でワンドリンク付き。おわ、ぽい売り方、ぽいこんな売り方するお店ある？高いよ。ワンドリンク、ちょっと高と思ったらワンドリンクついてるってなったもんね。ね、今考えたでしょ。いや、ボトル。あ、本当だ。ちゃっかりしてますね。素晴らしいですね。商売人じゃないですか。飲まない人はいいですって言ったら500円引きます。500円バックしてくれるんだ。なるほどね。あ、なるほどなるほど。いや、ワンドリンク飲みたいよね。飲みたいよね、せっかくだったらね。いいですね。あ、いいいいいい。いや、なんかさ、今回の小皿もそうだけど、その人とそのやってる仕事とね、みんなやってるのがどんどんこうつながっていく様がね、今日特にまた見えた回だったから。面白い面白い。ちょっと感動してますよ、僕。うん、ね、だってそれこそさ、シアドも、センターサウンドストーリーと絡めるでしょ、ね、コラボもできるし、みんなできるよね、何かとね、刺繍でさ、あのシアドのロゴ作ってみたりとか、そういいじゃないですか。いや、実際さ、コザの裏側を見て、本土からコザに来てこの CSS センターサウンドストーリーでお買い物してるお客さんもいるもんね。いや、めちゃめちゃいるよ、あの変態たち、ね、いるよね、あの変態たち。コザのね、あの病気にかかっちゃって、そうそう、まあいい意味でね。いい意味でね。そうそう、だから嬉しいよね。いや、本当。だからこのコザの楽しみ方って、もちろんこの街でね、滞在して観光したりとか、お酒飲んだりとか、いろいろありますけど、こうやってこの歴史に触れ方もいろいろあるじゃないですか。刺繍を通してまたこうコザを楽しんでもらえるっていう一つのこうダツールになってるんだなと思って。いや、本当ですよね。面白い面白い。アホンね、これね、コザグラフィティもぜひ手に取って
チェックしてみてはいかがでしょうか。これもまたね、一冊家にあるとすごいこう歴史書になってるような感じがして、うん、これ保存版よ、保存版だなって感じがします。まあまあの お値段しますか。まあまあします、はい。4000円ぐらいするんですけど、うんうん、すごい内容ですね。いやでもそれに匹敵するぐらい の、うん、あのすごいディープな内容だと思いますよ。いいね。だここにほら音楽だとか映画とかそういうエッセンスもバンバン入ってきてるところが面白い、うん、で玉木くんもさ、これ僕あのいただいたんですけどもね、これね、うんうん、これあのスティーブ・マックイーンの大脱走でスティーブ・マックイーンが来たようなイメージで作ったっていうところにちょっとなんかさ、映画好きな僕としてはさ、くすぐられたんだ、言い方とかと思うんだけど、はいはいはい、それはそれで嬉しいよね。あ、なるほど、そういう風なイメージから生まれたのねとか、はいはい、そういうのも嬉しいね。でもさ、こういう刺繍屋さんってさ、あの、うん、タイガー M さんも言ってたけど、うん、基本持ち込みって言ってたじゃん、お客さんからの。ありましたね、デザインって、うんうん、すごくない？すごいよ、皆さんのこの想像力すごいなぁ。いや今どういうものがトレンドなのかしらね、この刺繍よく持ってこられるっていう。どうなの、パロディ系。ああ、そうね、パロディね。いやだからそういった意味ではそろそろプレイズカフェも半地下作った方がいいんじゃないの。出た、パラサイトパラサイト半地下バー作った方がいいんじゃないの